認識論は認識、知識や心理の性質、起源、範囲について考察する哲学の一部門である。存在論ないし刑事上学と並ぶ哲学の主要な一部門とされ、知識論とも呼ばれる。日本語の認識論は独語の訳語であり、日本では人、人間を考慮した場合を主に扱う。英語と仏語の語源は、知、合理的な言説。フランスでは、 エピステモロジーという分野があるが、20世紀にフランスで生まれた科学哲学の一つの方法論内し理論であり、日本語では科学認識論と訳される。哲学はアリストテレス以来その領域を諸科学によって置き換えられていったが、最後に狭い領域が残り、それが大きく認識論と存在論に対別され、現在もこの分類が生きている。認識論では、 人の外の世界をもろもろの感覚を通じていかに認識していくかが問題視される。認識という行為は人間のあらゆる日常的あるいは知的活動の根源にあり、認識の成立根拠と普遍妥当性を論ずることが存在論である。しかし、哲学における方法論は主演に尽きるため仮説を縦実験によって検証するという科学的方法論は 長年取り入れられることはなかった。哲学論は、基本的に仮説の羅列に過ぎず、単に主観的な主張であった。客観性の保障が全くない内観法が哲学者の主たる武器であった。19世紀末頃、認識論の一部が、哲学の外に出て、心理学という学問を成立させるが、初期にはもっぱら内観や内政を方法論とし、四弁哲学と大座はなかったため、後に、 アームチェア心理学と呼ばれた。やがて、死弁を廃し、客観的、科学的方法論をもとに実験心理学が登場し、認識の一部は心理学に取り込まれていった。錯覚現象などが、その研究対象になった。実験心理学では、データの統計的処理では、科学的であったが、なぜ錯覚が生まれるかというメカニズムの解明では、 仮説を立て実験データとの称号を論じてはいたものの、その仮説自体はやはり主弁に過ぎなかった。それを嫌い人間の主観を排し、実験動物を用いた観察可能な行動のみを研究対象とする一派も存在したが、人間の認識は研究対象から外された。このため、認識論の問題は、比較的最近まで客観科学化されずに哲学の領域にとどまり続けた。 しかし、脳科学の進歩によって、急速に、認識論と存在論の二つの世界は大きく、侵食されつつある。知識とは、まであり、かつ、信じられている命題の部分集合であるとの定式は、プラトンに起源を持つ、多義的な語なので注意が必要である。日本語の、認識論は、独アーケントニスシーリーの訳語である。ドイツで初めてこの語を用いたのは、 ドイツの哲学者 K ラインホールトであると言われているが、もちろん認識論的な問題そのものは古代、ギリシアから存在した。英語のエピステモロジーと仏語のエピスタマラジーの語源は、ギリシア語の知と合理的な言説を合成したものであり、スコットランドの哲学者 J. フェリエが1854年に出版した刑事上学外論で初めて使用したとされる。英語のエピステモロジーは、 セオリー・オブ・ナレッジと互換的な意味合いがあるが、普通語のイピスタマラジーは、そのような意味合いはなく、あくまで科学哲学の一つの方法論ないし、理論であり、日本語では、科学認識論と訳される。フランス語のフツ、テイオリデラコナサンスは、グノセオロジーとも呼ばれる。認識論で扱われる問いには次のようなものがある。認識論は、今日、哲学的認識論と、世紀に、 フランスで生まれた科学的認識論の二つに大別され、哲学的認識論についても古典的認識論と現代的認識論の区別が必要であるとされる。そこで以下に、まずは歴史の流れに沿って哲学的認識論について解説する。古代、編集、プラトン、編集プラトン教でいうところの認識論的な問題の原点は、プラトンの 手相テ,テトスにまで遡ることができる。本対話編では、知識とは何かという問いに対し、知識とは常に存在し、疑いなきものであるとの対話者間の共通の前提から、手相テトスはまず知識とは知覚であると主張する。これに対して、ソクラテスは、知覚は人それぞれによって異なるものであるとした上で、人間は万物の尺度であると主張して、 相対主義を唱えたプロタゴラスを引き合いに出し、彼が自らの思いが真であると固執すれば、自らの思いが偽であると認めざるを得なくなるとして、その主張を論難する。手相手とそは引き続き知識とは真なる意見であると主張し、さらに真なる意見に説明を加えたものであるとも主張するが、いずれもソクラティスによって論難され、結局のところ、本対話編では、 知識とは何かに対する回答は示されず、アポリアに終わる。しかしながら、そこでは、知識とは、正当化された真なる核心であるという定式を、すでに乱すことができる。プラトンにとって、知識とは常に存在する、普遍的なものでなければならないが、それは実定であるイデアの世界にあり、この現実の世界は、過小の生成ルテンする世界であって永遠に、存在するものは何もない。 したがって知識も決して視や賢者が一方的に教授できるものではなく、弁論術による対話を通じてようやく到達できるものである。プラトンの著作が対話編という形をとり、その結末がアポリアを提示する形で終わっているのは、このようなプラトンの思想を反映したものである。プラトンによれば、ものの本質は感覚によって把握することはできず、もののイデアを 心の目で直視し、想起することによって認識することができるのである。アリストテレス、編集アリストテレス・プラトンは、知識とは正当化された真なる確信であるという、定式を否定したのだが、その理由は、あることを確信しているということは、その正当化の理由となる、あることをすでに知っているからであるという循環論法を疑ったからである。これに対して、アリストテレスは、 地には常に何らかの前提が存在していることを否定せず、あることを確信している場合、その前提となっている理由は、その都度問われても良いと考えた。また、プラトンは、感覚を互換に制限せず、精神の目と呼ばれる内的感覚を認めていたが、アリストテレスはこれを否定し、広い意味での経験によって得られるもののみを地と見て、地の初形式を知覚、記憶、経験、 学問に分類した。さらに、アリストテレスは、その学問体系を、論理学を、あらゆる学問成果を手に入れるための道具であるとした上で、理論、実践、政策に三分し、理論学を、自然学と、刑事上学、実践学を、政治学と、倫理学、政策学を、私学に分類した。アリストテレスによれば、刑事上学は存在するものについての、 第一哲学であり、始まりの原理についての地である。また、彼は、その著書、刑事上学において、有を、無、無を有と論証するのが虚偽であり、有をあり、無しを無と論証するのが真であるとした。そこでは、有、無しという存在論が基礎にあり、これを、論証するという判断が支えている。そこでは、存在論が、真理論と認識論とには価値がたく、結びつけられている。 アリストテレスの学問体系は、その後、トマス・アクイナスラを介して、古代、中世の学問体系を規定することとなったが、そこでは、認識論的、心理論的な問題は常に存在論と分かちがたく、結びついていた。そのため、刑事上学の中心的な問題は、存在論であったのである。中世、編集、アウグスティヌス、編集アウグスティヌスアウグスティヌスの認識論は、 プラトンのイデア思想の流れを組むものであり、存在論と幸福論とが一体となっている。彼によれば、人間は魂と体の複合体であり、両者は共に独立した実体であり、魂は私という意志である。魂は自立するゆえに探求するが、彼を探求に導くものは愛であり、愛は最後の憩いの場として万有の根源である神を求める。神は存在である。 神が自己自身を認識することによって我々の認識が始まる。従って神は認識の原理であるとともに真理である。人は真理を認識するためには感覚に頼るのではなく理性によらなければならない。創世記には神は人間を神の二姿として作ったとあり、神に似るのは動物にはない人間のみが有する理性部分だからである。理性は外に向かうのではなく内部に向い、 それを超えた果てに真理を見る。内的人間と真理との一致に、霊的な最高の喜びがあるのである。トマス・アクイナス、編集トマス・アクイナストマス・アクイナスの認識論は、アリストテレスの思想の流れを組むものである。トマス・アクイナスは、アリストテレスの存在論を承継しつつも、その上で、キリスト教神学と調和しがたい部分については、新たな考えを付け加えて、彼を乗り越えようとした。 トマスにとって、神は万物の根源であるが、アリステレスの特うに純粋行僧ではありえなかった。旧約聖書のデエジプト記、第3章第14節で、神は私はありてあるものであるとの啓示を申せに与えているからである。そこで彼はアリストテレスの存在に修正を加え、存在本質を加えた。彼によれば、存在は本質を存在者とするため、 現実体であり、本質はそれだけで現実に存在できないため、可能体である。存在はいかなる時においても、現実体である。神は自存する存在そのものであり、純粋現実体である。人間は理性によって神の存在を認識できる。しかし、有限である人間は無限である神の本質を認識することはできず、理性には限界がある。もっとも人間は 神から恩調の光と栄光の光を与えられることによって知性は成長し、神を認識できるようになるが、生きている間は恩調の光のみ与えられるので、人には教会による信仰、愛、希望の導きが必要になる。人は死して初めて栄光の光を得て、神の本質を完全に認識するものであり、真の幸福が得られるのである。トマスは、 存在論に基づく神中心主義と理性と信仰に基づく人間中心主義の統合を図り、後世の存在論に多大な影響を与えることになった。スコラ学は彼によって体系化されたのだが、その世界観はやがて独断的で、権威主義的なものへと変質していった。会議主義との対決、編集プラトンアリストテレス伝統においては関連と、 対象と一致することが真であると考えられていたが、当時そのような考え方に対する権威が失墜し、人は果たして物事を正しく知ることができるのかという、地に対する根本的な疑いが生じるようになっていた。時代背景としては、コロンブスによる新大陸発見、エラスムスの地ライい山に象徴されるスコラ哲学の権威失墜、人文主義者の台頭、そして何より、 宗教改革があった。カトリックとプロテスタントは、お互いに、いかにして正しい認識は可能なのか、信頼に足る真理の基準は何かということを問答し、やがてお互いに向けられた、会議主義は、自らの信頼の基盤をも突き崩していった。そのような中で、モンテーニュの主張衛星に見られるように、およそ人間たるもの,の物事を正しく知ることはできず、ただ神の啓示を待つほかなく、それまでは、 判断を留保し、自然と慣習に従ってつつましく生活するという全面的な会議主義が通俗化していったのである。デカルト革命、編集デカルト近代的な意味での認識論を成立させたのはルネ・デカルトである。デカルトは数学、幾何学の研究によって得られた概念は疑えない、名称的なものであると考え、これを基礎づけるための哲学体系を確立しようと、欲した。 デカルトは合理的な学問的知識さえを疑う全面的な会議主義に対して方法的会議論を唱え肉体を含むすべての外的事物が会議にかけられた後にどれだけ疑っても疑い得ないものとして純化された精神だけが残ると主張したそこでは存在について語る前にどのようにして存在を認識するのかを論じなければならないとされ 刑事上学はもはや存在についての第一哲学ではなく存在の認識についての第一哲学となったのである。このようなデカルトの革命的な主張は刑事上学の中心的な課題を存在論から認識論へ展開させただけでなく認識に関する様々な物議を醸すきっかけとなった。既に述べた通りアリストテレス的学問伝統のもとにおいては 認識論と心理論は存在論と分かちがたく結びついていたのであるが、認識論を存在論に優位させることにより、問題は大きく3つに分かれることとなった。以下に分説する。哲学的認識論の第一の問題は、人はどのようにして物事を正しく知ることができるのか、人はどのようにして 物事について誤った考え方を抱くのかという認識の起源の問題である。概ね4つの立場がある。合理主義、編集、デカルト、編集ルネデカルトは認識の起源は理性であるとした。デカルトはアリストテレスがその著書、霊魂論において述べた経験主義的原則、すなわち知覚によって対象から受け取った表彰なしに人は思考することはできないという立場に、 反対し、精神を独立した実態とみて、精神自身のうちに、生徳的な観念があり、理性の力によって、精神自身が観念を演劇して展開していくことが可能であると、した。このような考え方の背景には、当時の飛躍的な数学、幾何学、自然学の発展があり、当時の人々は、誰がどのように考えても、 同一の結論に到達するというイデア的な観念の源泉を理性、つまり動物とは区別された人間の本性のうちに見たのである。このような人間の思考には経験内容から独立した概念が用いられているという考え方を正特説という。デカルトは結論としては精神、物体を有限の実体であるとした上で無限の実体である神の三つが実体であるとした。 精神と物体の二元論において主観と客観の一致を保障するため神の存在を必要としたのである。デカルトを引き継ぐニコラド、マルブランシュ、バールーフデスピノザ、ゴットフリートライブニッツなどの大陸合理主義者は正徳説を擁護しつつも様々な点でデカルトと対立しこれを乗り越えようとした。マルブランシュ、編集、ニコラド・マルブランシュ・デカルトの革命的な主張は その直後から様々な立場から厳しい批判を浴びることとなった。特にデカルトの提出した神の概念は自然法則を証明するための条件に過ぎず、キリスト教的伝統に基づく人格神ではなく実質は無神論ではないかとの疑惑も根強いものがあった。このような状況下においてデカルト哲学とアウグスティヌス神学との総合を起としたのがニコラド・バルブランシュである。 彼は、認識論的には、アウグスティヌスのイデア説を継承し、神は、万象の原因であり、我々は万物を神のうちに見るとの思想を基本に、デカルト的な心身問題の解決を図ろうとし、精神や体の変化のみならず、物体相互の接触や運動は、神の作用の機械に過ぎないという、機械原因論を主張し、その上に、壮大な刑事上学体系を構築した。スピノザ、 編集スピノザスピノザはデカルトを批判し神の身が実体であるとしそこからすべてを理性によって演劇するという方法を取ったスピノザによれば神が唯一の実体である以上精神も体もその二つの異なる属性に他ならないことになるスピノザはその著書エチカにおいて表彰を第一種の認識理性を第二種の認識直感を 第三種の認識と三分類した。彼によれば、人間は自然の一部であるから、外部から様々な影響を受けるが、人間の精神はまず自分の体の変状についての観念を持たざるを得ないが、これが第一種の認識である。この観念は、人間の体と外部の本性を共に、部分的に持つものであるがゆえに、認識の欠如の観念を含む。 したがって、第一種の認識に基づくデカルト流の方法的会議は認識の欠如を含むゆえ決して、名称性、確実性を有するに至ることはない。しかし、人間の体と外部の本性を共に部分的に持つということは、本性を共通にする部分についての普遍的な認識をすることはでき、これを第二種の認識と呼ぶ。さらに、個物の本性に関する認識を、 第三種の認識と呼び、真と偽の区別は、第二種ないし第三の認識に基づきなされる。ライプニッツ、編集ライプニッツライプニッツの認識論は、多元的で最小の実態であるモナドを基礎にする。モナドは、万物の数に応じて多数ある分割不能な実態で、あるが、モナドは鏡であり、表彰能力を有し、自発的に、世界全体を事故の内部に映し出し、 世界全体を認識する。また、彼は、モナドは、窓がなく、独立した、別個の実態であるから、相互に影響を与えることはできないので、神の創造による予定調和によって、他のモナドと協調して、表彰を展開することができるとした。このような立場から、決定論、半信論に陥ったスピノザと異なり、自由意志、人格神を認めることができ、 また、いちいち神が機械人形を操るように世界に介在しなければならないとした、マルブランシュの機械原因論を否定した上で、デカルト的な心身問題を解決することができるようになる。いわば対立するすべての合理論を調停した上で、伝統的なキリスト教的神学を擁護しようとしたのがライプニッツ哲学といえる。合理主義は概念による理性認識に従って、 普遍必然性を有する知識、最終的には神の存在証明に至ることができると信じたのであるが、ひとたび数学や自然学の問題を離れ、形事上学上の問題を論じるや、否や合理主義内部においてさえ、その対立はとどまるところを知らず、いたずらに概念をもて遊び内容空虚な主弁をどうすることになり、独断論化していったのである。 カントが死のクヌッツェンから学んだのは当時のドイツの講談哲学において支配的であったライプニッツ・ボルフ派の壮大な刑事上学で彼は自身が批判哲学を確立する前に自身がかつて所属していた当該学派における状態をその著書プロレゴメナにおいて独断論のまどろみと比喩的に読んだのである経験主義編集ロック 編集ロック・ジョン・ロックは認識の期限は経験であるとした。時代背景としては、ピューリタン革命や内乱のため1641年に高等、宗務裁判所が廃止されたことがあり、当時、英国国教会とカトリック教徒やクエーカー教徒との対立が激化しただけではなく、民衆にはヘルメス主義などが流行し、自分の目も感覚も明らかな証拠も信用せず、 自分の経験すら偽りとしてまで自らの競技に一致しないものを認めようとしない頑固な人々が多くおり、独断主義との対立が迫られるというような社会情勢にあった。ロックと彼を引き継ぐジョージ・バークリーやデイビッド・ヒュームなどのイギリス経験論者は、経験に先立って何らかの観念が存在することはなく、人間は白紙状態として生まれてくるものと考えて、 正徳説を批判したのである。ロックは、観念は感覚もしくは反省から発生すると考えた。彼によれば、観念には、単純観念と単純観念が合わさって形成した複合観念があるが、このような観念の結合、一致、不一致、廃反の近くが知識である。したがって、すべての観念と知識は、人間が経験を通じて形成するものだということになる。ロックは、 デカルトと同様、精神、物体、神の三つが実定であるとしており、数学に関しても論証的知識に属するとして、その確実性を否定したわけではなかった。ロックは反省によって生成された観念を理性によって演繹することを認めるので、その限りでロックはデカルト主義者であるということもできる。ただし、自然学については、その知識は確実なものではなく、 外然性を得るにとどまるとした。ロックによれば、物体の性質は、硬性、延長性、形状等の外物に由来する、客観的な第一性質に分かれるが、我々が知ることはできるのは、後者のみで、それすらも経験によって、すべてを知ることはできず、その外然性を得るに過ぎないのである。バークリー、編集ジョージ・バークリー、1685年から1753年。 ジョージ・バークリーは、ロックの経験論を承継しつつ、ロックが物体を実体とした上で、物体の第一性質と第二性質を区別したことを批判した。彼は、両者の区別を否定し、実体とは、同時的なる、還元の束に他ならないと考えた。このような考え方から、彼は、物体が実体であることを否定し、知覚する精神と、神のみを実体と認めた。 このことを端的に表す有名な言葉として、存在とは知覚されてあることであるデビッド・ヒュームは、主張、人間本性論において、あらゆる観念の理性による基礎づけを否定し、当時の自然科学の知見に基づき、観念の形成過程を分析した。ヒュームによれば、人間の知覚は、印象と、そこから創出される、観念の2種類に分けられるが、すべての観念は、印象から生まれる。 印象は人の意識に強く迫ってくる生き生きとしたものであるが、なぜそれが生じるのか説明のつかないものであり、観念は印象の色あせた映像に過ぎない。この観念が結合することによって知識は成立するが、知識には数学や論理学のように確実な知識と外然的な知識の二種がある。観念の結合について、自然的関係と哲学的関係の二種があり、 前者は類似、時空的近接、因果関係があり、後者は量、質、類似、反対及び時空、同一性、因果がある。その上で、ヒュームは因果関係の特徴は必然性にあるとしたが、一般に因果関係と言われる P と Q のつながりは、人間が繰り返し経験する中で、習慣によって心の中に生じた外然性でしかないと論じ、理性による、 因果関係の認識の限界を示したのである。この因果関係に関するヒュームの考えは後に、カントに決定的な影響を与えた。カントは、その著書、プロレゴメナにおいて、ヒュームが自分を、独断論のまどろみから目覚めさせたと後に明らかにした。認識のための道具は理性であり、もしこの道具に限界があるのであれば、何よりも先に、その可能性と根拠について問われなければならない。 カントは後に認識の可能性と根拠を問う哲学を超越論哲学と呼び、これを展開していくことになる。批判主義、編集カントイマネルカントは、このように合理主義と経験主義が激しく対立する時代に、観念の発生が経験と共にあることは明らかで、あるとして合理主義を批判し、逆にすべての観念が経験に由来するわけでないとして経験主義を批判し、 二杯の対立を統合したとする見方が今日広く受け入れられている。カントの立場はこのように経験的実在論から出発し超越論的観念論に至るというパラドキシカルなものである。デカルトは外界にある対象を知覚することによって得る内的な対象を意味することしてフッツイーデイの語を当てていたがこのような構造に関しては経験主義に立つロックも 同様の見解をとっていた。カントは、これらの受動的に与えられる内的対象と関連ないし概念を短絡させる見方を批判し、表彰を自己の認識論体系の中心に置いた。カントは、表彰それ自体は説明不能な概念であるとした上で、表彰一般はその回カテゴリーに意識を伴う表彰があり、その階には二種の知覚、主観的知覚イコール感覚と、 客観的知覚イコール認識があるとした。人間の認識能力には、感性と語性の二種の認識形式がアプリよりに備わっているが、これが主観的知覚と客観的知覚にそれぞれ対応する。感覚は直感によりいわば受動的に与えられるものであるが、認識は語性の作用によって自発的に思考する。意識は感性と語性の総合により始めて、 ある対象を表彰するが、これが現象を構成するのである。このような考え方を彼は自らコペルニクス的展開と呼んだ。カントによれば、時間と空間、因果関係など限られた少数の概念は人間の思考にあらかじめ備わったものであり、そうした概念を用いつつ、経験を通じて与えられた認識内容を処理して、さらに概念や知識を獲得していくのが、 人間の思考のあり方だということになる。直感主義、編集フッサール20世紀初頭、エトムントフッサールは、西欧諸科学が危機に直面しており、その解決が学問の基礎づけによってもたらされると考え、現象学の確立を試みた。当時は、アインシュタインの相対性理論をはじめに、量子力学を含め理論物理学が飛躍的に発展し、 デカルトやカントが前提としていたニュートン力学に対する重大な疑義が出された時代であり、改めて学問の基礎づけが問題となったのである。フッサールは、数、事故、時間、世界などの諸事象についての確実な知見を得るべく、通常採用している物事についての諸前提を一旦保留状態にし、物事が心に立ち現れる様態について慎重に精査することで、 イデア的な意味を直感し、名称を得ることで小学問の基礎付けを行うことができると考えた。哲学的認識論の第二の問題は、人間にとって不価値の領域はあるか、あるとしたらどのような形で存在するのかという問題である。これは、認識主体た,たる意識と認識客体という対立する、いずれの項に基本を置いて認識の本質を規定するのかという問題でもあり、 関念論と実在論が対立した。実在論は素朴実在論を批判して、物体の第一性質と第二性質を分けるロックの主張があり、科学的実在論と呼ばれる。関念論は主観的関念論の立場に立つものとしてバークリが挙げられることが多いが、その主張は複雑である。関東においては、現象は物自体と対比され、 物自体と主観との共同作業によって構成される。別の言い方をすると、現象というのは物自体に主観の構成が加わった結果のものであるとし、人は現象が構成される以前の物自体を認識することはできないとした。1781年に出版した純粋理性批判の中で、関東は人間の持つ理性がどのようなものであるかを分析した。 そしてその分析を通じ、そして人間の理性によって扱えないような問題の例として、カントは純粋理性のアンチノミーという四つの命題の組を例示し、ライプニッツが行ったような形事上学的、神学的な議論は原理的に答えを出せない問題であり、哲学者が真剣に議論すべきものではない、と知り添けた。カントは、 純粋理性批判の中で、次の4つのアンチのみを例示した。世界は、時間的、空間的に有限である。世界は無限である世界は、すべて単純な要素から構成されている。世界に、単純な構成要素はない世界の中には、自由が働く余地がある。世界に自由はなくすべてが必然である世界の原因の、系列をたどると絶対的な必然者に至る。 系列のすべては偶然の産物で、世界に絶対的必然者は存在しない。アンチノミーとは、ある命題と、その否定命題が、同時に成立してしまうような場合を言う。つまり、A であると、A でないが、同時に成り立つような場合を言う。この4つの命題の組は、そのどちらを正しいとしても矛盾が生じるものであり、このどちらかが正しいということを、理性によって結論づけることは、 不可能、つまり議論しても仕方のない問題だ、とカントは論じた。それぞれについて、簡単に内容を説明しておくと、第1のものは時間に始まりはあるか、空間に果てはあるか、という問題、第2のものは原子や素粒子といったこれ以上分割できない最小の構成要素があるかどうかの問題、第3のものは自由意志と決定論の問題、そして第4のものは、 世界の第一原因と神の存在の問題である。カントによる刑事上学批判は以降の西洋の哲学に大きい影響を与えることとなり、神の存在証明や宇宙の始まりなどの刑事上学的な問題は哲学の中心的なテーマとして議論される傾向は抑制されていった。哲学的認識論の第三の問題はある考え方が正しいかどうかを確かめる方法が、 あるか、という心理論の問題である。古典的な哲学的認識論としての心理の問題に関する見解は大まかに以下の4つに分類することができる。プラトン・アリストテレス以来の古典的な伝統的を引き継ぐ見解として、実在と観念との一致であるとする対応説である。アリストテレスは、その著書、形事上学において、有を無、無を有と論証するのが虚偽であり、 有をあり、なしをむと論証するのが真であるとした。そこでは、有なしという存在論が基礎にあり、これを論証するという判断が支えている。関東においては、認識と現象が同時に成立するので厳密な意味での対応ではないが、基本的には対応説であるとされている。ついで、デカルトによって始まる意識に対して、名称的に現れるものを真理と見る。 名称説があり、これはフッサールがその立場を引き継いだ。また、スピノザに始まる、認識が体系内で、論理的に矛盾がないかどうかで判定する、整合説がある。その方がは、中期プラトン、ライプニッツにも見ることができる。さらに、ニーチェ、プラグマティズムの立場から主張されるに至った、行為の結果の有効性で審議を判定する、有用説もある。これら3つはいずれも、 主観主義の位置形態を見ることができる古典的認識論はすでに述べた通り認識主体がどのようにして認識客体を認識するのかという二項対立図式において認識を捉えようとしたがこの難問が認識論の危機を招くこととなった。カントは二項対立図式を前提としつつ現象ともの自体を厳密に区別したのであるがショーペンハウアーは 理性によっては認識できないもの自体という概念を維持しつつ、現象とは私の表彰であり、もの自体とはただ遺近とする盲目的な意思そのものに、他ならないとして理性を批判した。このような図式を引き継いだニーチェの思想はやがて生の哲学と呼ばれる潮流を作り、ドイツ・フランスで多くの哲学者に影響を与えたが、やがて実存主義に吸収されていった。フィヒテに始まり、 ヘーゲルによって、完成を見たドイツ関連論は、理性によって、現象と、もの自体の区別を乗り越えるような形で発展した。ヘーゲルによれば、カントの認識論は、認識の限界を認識するという循環論法的な、議論であって、それはあたかも水に入る前に水泳を習うようなもので、あって、本来的に不可能である。ヘーゲルの批判は、認識論にとって本質的な意義であったが、 ヘーゲルの死後、ヘーゲル学派は分裂、対立を繰り返して崩壊し、かえって哲学の危機の時代を招いた。その後、様々なバリエーションがあるものの、二項対立図式、そのものが放棄されるべきではないかが議論されるようになった。まず、当時の自然科学、とりわけ物理学の飛躍的な発展に背景にした二項対立図式の乗り越えがある。エルンストマッハは、 ニュートン力学の絶対空間の概念に、刑事上学の残滓が残っていると、このような感覚を、純粋経験と呼び、主観と客観の対立を原理的に同格とみなした。マッハの哲学は、アメリカのプラグマティズムやウィーン学団の論理、実証主義に、多大な影響を与えた。ウィーン学団は、マッハの他にも、ウィトゲンシュタインの論理哲学論考から、 多大な影響を受けているが、そのメンバーの多くがユダヤ人であったことから、ナチスの弾圧を受け、これから逃れるために参加者の多くはアメリカに亡命し、学団自体は立ち消えになったが、その考えが、米英に広まり、英米系の現代的認識論に、多大な影響を及ぼすことになった。ついで、フッサールは、思考性という概念を用いて、デカルト的な主観、 客観図式を乗り越えようとしたが、生物学や心理学によって学問を基礎づけようとする考え方については逆に心理主義と呼んで厳しく批判した。フッサールは、ノエシス、ノエマ構造を本質とする思考性意識についての認識論的考察と思考対象としての存在者への考察を現象学的還元を介して批判的に記述することにより限定的ながらも、 存在論への道を開いたのであるが、現象学はドイツではフッサールの意図を超えた展開を見せ、マルティン・ハイデッカー、ニコライ・ハルトマンラによって存在論の復権の方向へと発展していった。他方で現象学はその後フランスで授容され、フランスの現代的認識論に多大な影響を与えることになった。英米では論理実証主義運動を契機に科学哲学や 分析哲学が発展し、古典的経験論の失敗に学び、スコットランド常識学派の成果を吸収した上で、いわば現代的経験論ともいう立場を打ち立てて、フランスやドイツとも異なる独自の発展を見た。英米の現代的認識論では、知識とは何か、正当化とは何か、会議主義とどう向き合うかといった問題を軸に、活発な議論が行われてきた。 英米の現代認識論で扱われるその他のテーマとしては、知覚の認識論、特認識論、認識論の社会化、アプリよりな知識の可能性などがある。また、近年では、知識の価値とは何か、知識の実践的、社会的機能とは何か、合理的な不一致はあり得るか、などの多様なテーマが論じられるようにもなっている。知識の概念分析においては、 知識とは正当化された真なる信念であるという、プラトン由来の知識の古典的定義をどう修正していくかということが一つの焦点となってきた。これは、ゲティア問題のために古典的定義が文字通りには正しくないと考えられるようになったためである。この文脈では、以下のような立場が様々な哲学者によって展開されてきた。基礎付け主義、編集基礎付け主義とは、 認識主体が何かを信じるための正当化を持つか、どうかは、その認識主体の何らかの基礎的な信念、またはそれに類似する心的状態に、最終的に依拠するという立場。これらの信念ないし心的状態は、他の信念、心的状態を正当化するものでありながら、それら自体は正当化されないため、基礎的と呼ばれる。基礎付け主義は、伝統的には、 センスデータ論の形をとって展開された。ウィリフリットセラーズは、センスデータ論を、所与の神話の典型的な形態として批判する。センスデータ論では、非言語的な所与としてのセンスデータが、命題内容を持つ信念を最終的に、正当化すると考える。しかし、もし、センスデータが非言語的なものであり、正当化がある、主の推論関係と捉えられるならば、非言語的であり、 命題内容を持たないセンスデータがどうやって命題内容を持つ信念と推論から正当化関係に立つのかが謎になる。整合説、編集整合説とはある認識主体の持つ信念がお互いに調和し合っていることをもって個々の信念が正当化されるとする考え方。調和、整合ということで論理的な整合性以上のことが意味されるかどうかは 整合説論者でも意見が分かれる。内在主義と外在主義、編集内在主義と外在主義を端的に区別するような基準を特徴づけることは非常に難しい。また、内在主義、外在主義という区分は知識に対して適用される場合と正当化に対して適用される場合があり、両者を区別する必要がある。内在主義、 編集典型的なバージョンの内在主義はアクセス内在主義と呼ばれるものである。正当化に関するアクセス内在主義とは認識主体が何かを信じるための正当化を持つかどうかを決定する要素は全てその認知主体が反省のみによってアクセスすることができるものだけだという考え方。知識に関するアクセス内在主義とは同様の条件を 認識主体が知識を持つかどうかを決定する要素に対して課す立場である。ゲテや問題を知識に関するアクセス内在主義で切り抜けるのは非常に困難である。外在主義、編集外在主義を内在主義の否定と解するならば、アクセス内在主義の否定としての外在主義も正当化に関する外在主義と知識に関する外在主義に区別される。前者は、 認識主体が何かを信じるための正当化を持つ際に、当の認識主体の反省的アクセスの対象ではない、要素が介在するという立場である。後者は、同様の条件を認識主体が知識を持つための条件とする。ウィラード・バン・オーマンクワインによって提案された、自然化された認識論は、外在主義と結びついた形を取ることが多い。信頼性主義。 研修信頼性主義と呼ばれる立場で、最も有名なものは、プロセス信頼性主義であり、正当化に関する外在主義の中心的な立場である。プロセス信頼性主義によれば、ある信念が正当化されるためには、その信念が信頼のおける認知プロセスによって形成されることが必要である。類似する立場として、知識に関する信頼性主義があり、 D.M. ア r ムストロングによって提唱された。知識の因果説、編集知識の因果説とは、ある信念が知識かどうかは、その信念が因果的に適切な仕方で生じたかどうかによって決まるという立場。アルビン・ゴールドマンによって提唱された。決定的理由分析、編集決定的理由は、フレットド,ドレツキの提案した概念で、その信念が間違いであるならば、 その理由が得られることはないであろうような理由。どれつきはある人の信念が知識であるのは、その信念がその正しさを保証する決定的理由に基づいて信じられている時であるという考え方をとる。これは知識に関する外在主義の一種となる。会議主義、特にデカルトの欺く神にどう対処するかということも、近現代を通じて認識論の大きな課題である。 これについても色々な立場が提案されてきた。外在主義、編集すでに見た、外在主義は知識ないし正当化の条件として、認識主体本人が反省的アクセスを持たない要素を認める。従って、我々がデカルトの欺く神に騙されているのでないということを認識主体が証明できなくとも、現実世界のあり方や、 認識主体の認知プロセスが実際に信頼可能であるという事実によって知ることができるという可能性が明ける。平方原理、編集平方原理とは、デカルトの会議論が依存しているとされる原理の一つで、認識主体が A を知っており、かつ A から B が論理的に導けるということを知っているならば、その認識主体は B を知っているという原理である。言い換えれば、知識は、 基地のの論理的の下で閉じている平方原理を否定するならば、欺く神に騙されているかどうかを知らないことは、様々なことを知っているということと両立可能である。平方原理と呼ばれるものはこれ以外にもいくつかあり、どの原理が正しいかをめぐる議論が行われている。文脈主義、編集認識論における抗議の文脈主義とは、極めて大まかに言えば、何が正当化されているか、 何が知識かは文脈によって変化するという立場。欺く神について考える文脈と、より日常的な問題について考える文脈を区別することで、デカルト的会議が日常の思考にも影響することを食い止めることができる。ジョン・エル・オースティンが提唱者の一人である。フランスにはデカルトに橋を発し、実証主義のソーオーギュスト・コントラが引き継いだ大陸合理主義。 啓蒙主義の哲学的伝統がある。これらは知識、信念、科学とは何か、合理的に知識を得ることとは、という認識論を中心とした問題意識を有するが、イギリス経験論を拒否するとともに、抽象的な定義から始まり、これを演疫するというドイツ哲学のような態度をも拒否し、理性について歴史的に考察する。ミシェル・フーコーによれば、フランスの哲学的伝統は、 ドイツ発祥の現象学をフランスにおいて授業するに、際して、ガストン・バシュラール、ジョルジュ・カン・ギレムラによって代表される、知識、理性、概念の哲学と、サルトル、メルド・ポンティラによって代表される、経験、感覚、主体の哲学の2杯に分かれた。フランスの現代思想において、サルトルらの実存主義の流行後、1 9六十年代に入って、構造主義が台頭し、 さらにこれに対する反動として、ポスト構造主義が台頭してくる歴史も、そのような大きな流れの中で理解されるべきであると、される。現代のフランスの科学的認識論は、エピステモロジーと呼ばれ、科学哲学と分野が一部共同している様相を、示している。エピステモロジーの歴史的に重要な人物としては、上で挙げたバシュラール、カンギレムラがいる。エピステモロジーは、 科学史と哲学の密着な結びつきを重視するが、他方でイギリス経験論を拒否し、コント以来の実証主義的伝統を受け継ぐという特徴を有しているが、科学哲学とは、その発展の歴史が異なるだけでなく、科学哲学が有する、総括的な意図、論争的な調子とは一線を画しているという特徴も有している。ポストモダニズム、ポスト構造主義と呼ばれる人文。 社会科学上の潮流は構造主義にあり、構造主義的認識論を基礎にしている。基本質主義、相対主義などと形容されることが多い、ポストモダニズムの典型的な議論、認識論として、次のような特徴が挙げられる。こうした認識論上の主張は、フリードリヒ・ニーチェ、ミシェル・フーコー、ジャン・フランソワ・リオタール、リチャード・ローティなどの哲学的な著作に基づいてなされることが多い。 ドイツにはフリードリッシュラヤ・マハーに始まる解釈学の哲学的伝統があり、英米系の言語哲学が歴史を軽視していることが、このような哲学的伝統に反するものと考えられてきた。第二次世界大戦後しばらくの間は、マルティン・ハイデーカーによる認識論批判、存在論の復権の影響が大きく、フランスのエピステモロジーの影響はあったものの、 哲学的には停滞していた時期が続いた。1960年頃、いわゆるドイツ社会学の実証主義論争を経て、英米系の言語哲学、科学哲学の発展の成果を受容する流れが強くなった。このような流れにある人物として、カール・オット・オアーペルラがいる。もっとも、このような流れの中にあっても、ハンス・ゲオルク・ガダマーのように、あくまでドイツの哲学的伝統に足場を置き研究を、 続ける者も,も多数いる。その意味で科学的認識論の重要性は増したものの、現代においても哲学的認識論の問題が古くなってしまったわけではないと考えられている。ウィラード・バン・オーマン・クワインによって提案された自然化された認識論は自然科学的な方法論によって認識論を行おうという立場であり、クワイン以降様々な形で展開されている。クワインは まず、古典的な経験主義には二つのドグマがあり、ドグマなき新たな経験主義を確立する必要があると主張する。彼によれば、経験主義には事実に基づく総合的真理と事実問題と独立な意味に基づく分析的心理の間には根本的な相違があるという信念という意味な言明は直接的経験を支持する著名字からの論理的構成物と同値であるという、 信念の二つのドグマがあり、この二つのドグマは同じ根を持つ。経験主義の伝統においては、真理とは観念と実在の対応であり、その場合の観念とは一つの明示を単位に考えられていたが、カルナップラの論理実証主義はこの単位を一つの原名に置き換えた。つまり、ここでは直接的経験によるセンスデータ言語に翻訳可能であれば、この原名は、 いう意味であると考えられたのである。しかしながら、クワインによれば、このように実在と観念の対応を一つの明示一つの言明に分解していく還元主義は不可能であり、我々の認識は一つの言語体系であり、したがって、とある信念を検証するにあたっては、一つの理論の全体との関係で、経験の審判を仰がねばならず、そのコロラリーとして、 分析的真理と総合的真理は区別することはできないのである。クワインはこれを全体論と呼んだが、これによれば経験による改定の可能性を原理的に面積されている信念はなく、もし対立する二つの理論があるときは、どのような経験によっても、そのどちらかが完全に否定されることはなく、どのような信念でも保持し続けることができることになる。ジャンピアジェは心理学者として、 とりわけ発達心理学で著名であるが、もともとは古典的認識論の諸問題を解決する糸口を生物学、心理学に求め、発生的認識論を提唱した。彼は多数の実験により、幼児の認識の発達段階を解明した上で、認識は対象から独立しており、決して対象に到達することはないが、同時に対象によって支えられているという点で、 公正的なものであるとする。また、発生的認識論は、哲学ではなく、科学であり、極めて専門的、集団的なものであるとの考えから、1955年、発生的認識論国際センターをジュネーブに設立し、世界中の様々な分野の研究者たちとの共同研究を晩年まで、精力的に行い、現在も多くの学者が共同で研究を続けている。 コンラート・ローレンツは動物行動学で著名であるが哲学者のカール・ポッパーと共に人間の認識の起源の問題を個々人ではなく生物種としての人の認知構造に求め知識の変化を進化と見て通じ的なアプローチを試みる進化論的認識論を主張した1970年代後半に人間の心の本質について新知見をもたらす学問分野が発展し その後も進展が続いている。脳科学、心理学、認知科学、神経生物学、人工知能、コンピューターなどに関連する研究である。これらの発展は見ることがいかになされているか、いかに心が外界の表象を形作るか、いかに情報が蓄えられ再起されるかなどの理解につながっている。これらの分野の発展が認識論に影響を及ぼすことが示唆されている。 近似は、社会科学に属する、社会学を認識論に応用することはできないかが議論されている。立花隆の脳を極める。ハット ABCDEFGHIJ 上は正彦。認識論。日本大百科全書。2019年6月10日閲覧。アウグスティヌスは、会議論の時代に生きた人物であるが、彼はこれに、私は間違えるなら、 故に私は存在すると論爆し、後のデカルトに大きな影響を与えた。このような考え方は、後のマルブランシュに影響を与えた。デカルトの実体概念は他に依存せず独立して存在するものというものであるが、ロックはこれを批判し、実体概念を複合観念の一種とする。彼によれば、単純観念の所属性のもととなる何者かがあると、人は想定したくなるが、 その何者かは説明不能なのである。経験論者にとって数学の定理は少し厄介な問題を引き起こす。こうした経験論の立場に立つ定理の真偽は人間の経験に依存せず経験論の立場に対する反証となる。経験論者の典型的な議論はこのような定理はそもそもそれに対応する認識内容を書いており単に諸概念の間の関係を扱って いるだけだというものだが、合理主義者は、定理にもそれに対応する認識内容の一種があると考える。フッサールには、デカルト政策という、フランス人に向けて書いた、現象学の入門書があり、彼は、デカルトの主観、客観図式を批判した上であるが、その方法的会議論を承継している。また、事象そのものへ立ち返るという超越論的、方法論は、 基本的には関東を承継したものと言える。上下高秀。実在論。日本大百科全書。2019年6月10日閲覧。坂部めぐみ。関論。日本大百科全書。2019年6月10日閲覧。伊藤。PP112 から128熊の P20ABC。岩波哲学。思想辞典。心理の項目。加藤信明。 真理。日本大百科全書。2019年6月10日閲覧。セラーズとダヤマ。PP52 から56とダヤマ。PP62 から64とダヤマ。PP94 から98。マイルズ・ヒューストーン。フランク・フィンチム。ジョナサン・フォスター。サイコロジー。BPS テックストバックスインサイコロジー。バイリー。 ブラックウェール、ISBN0631206787 ページ19から2184から186、インスイクロープディア・ブリタニカ、15スエド、1994、ボリューム18、エピステモロジー、ページ487、ありがとうございます。